1984年に新設されましたヤマハ DX39C、 このスピードを見てください。むちゃくちゃ速かったです。そしてもう一つの自慢はエンジン、オーバーホールされてからまだ500時間未満ぐらいです。主に警戒船として使用されていましたから、釣りに使用されていた期間がかなり少なくて、全体的に傷みが少ない船ですね。そして全塗装されていますから、38年経った船とは思えないコンディションです。コーデンの GPS、 魚探レーダー、そしてマロールのオートパイロット、かじりモコン、すごく贅沢な計器類です。今2000回転で20ノット出ますね。ここだけ作り変えとるみたいですよね。あれが違うけど、ここだけ足してあるみたいな。じゃあ延長してるんですね、ここだけが。バウスプリットが増設されて、バウレールもがっちりしていました。あ、これがこのようになるんですね。ここにこうくっつけるんですよ。フロントデッキは硬くてしっかりしていました。もともと警戒線だとか監視線で使われていたから、ノンスプリットのヘリがありません。春も塗装がされていますから綺麗ですよね。水圧調整ができる海水ホース蛇口が10箇所ついています。24ボルトのポンプで組み上げるそうです。これは台風の時にたまった雨水、隙間から入ったみたい。このロープ類は取り外すんですね、はい、ロープは全部取り外すそうです。こっちも一つぐらい残してくれればいいのにね。スカッパーはこっちにも空いてるんですね。はい、結構でかい。この下に燃料タンク、燃料タンクになってるけど、多分入れ替えられとみたいなやつだね。何スリットも違う。はいはい、ここがこれとここが違うんですもんね。バルブとか、はい、全部付け替えてます。どこも吸えてないですもんね。吸えてない。カクカク言いながらも動いています。これもアルミですもんね。ポールだけ。あ、セールのあれはない。はいはい。これはなんか最初からあったんですけど、ちょっと買うときはパラシュートのふまかけにしてる。シアカはこれはフル装備で買ってくれるんやったらもうそのままですけど。なるなるな、はい。オーニングは破れてないけどこのような状態、もう交換かな。2350で24-25ノット。ベラをこの前変えたんですよね。ちょっと大きすぎたみたいでマックス回転数までちょっと上がらないんですけど、で前のベラは2400で約20ノット。あの中島プロペラから指示してもらった数字があるんですけど、それよりちょっとオーバーサイズのハメ取るもんね。スピードは出るんですけど、やっぱちょっと加速力がないかな。本当はその間のやつをつけたが一番いいんですね。軽く座礁させてから、ペラとシャフトは全然曲がってなかったけど、ペラとカジブラケットは、ブラケットは完全に新品に作り替えた。あ、ここが新品ブラケットになってる。後ろにフロートがついていますから安定感があってスピードもアップ。
トイレもここに電動です。トイレもここにつけたんですね。これはまだ男性はしてないですね。女性が何回か使ったぐらいで。この定期類がまたすごいのつけてますね。これだけで370万円かかったそうです。プロプターレーダーに魚探も高感度型の振動子をするはるでカメラに、はい、もう真っ暗の状態でもほぼ全部できるんです。オートパイロット、これ3点はないです。カジノコンがついてるんですね。実は私、以前のオーナーとつながりがあるんですね。ですからこの船のルーツをよく知っています。エンジンルームが黒く汚れているのは乗せ替える前のエンジンが調子が悪い時に排気でやられたものと思われます。その後オーバーホールをしたこのエンジンに乗せ替えられています。2010年、今から12年ほど前の話です。それ以降の使用状況はたまに警戒線として使用されていたそうです。オーバーホール後100時間程度の時に今のオーナーが購入され、所有されて2年ほど経ちます。やっぱエンジンやっぱオーバーホールしたって言ってましたもんね。多分僕が2年ちょっとで300時間とかぐらいやって、トータルで、まあ、13年ぐらいになるんですけど、青味感じたら多分オーバーホール後500時間とか程度になると思います、うん、セルモーター、セルモーターでセルリレーも新品。エンジン関係に関してはもうオイル漏れ、オイルクリーンなし、オイル漏れも全くないです。はあ。